イモリ族は、両生綱、優美木イモリ科に含まれる族。別名、東洋イモリ族。中華人民共和国。日本胴体は短い。尾は、川平たする。背面の体色は、安価主色で、覆面の体色は、赤や大々色。下は、円形で、絶足面は口床に融合しない。四肢は長い。指跡も長いが、指跡の間に水かきはない。卵は、 大円形。陽性は、発生初期に平行期間がある。オスは、相配節空の周囲が隆起する。繁殖期のオスは、相配節空の周囲が隆起が顕著で、微側面に混姻色が入る。分子解析から本属に、日本産の種のみ残し、中華人民共和国産の種を別属、ヒップセルトリトゥンに分割する説もある。 一方でヒップセレトリトゥン族の模式種ユンナンイモリは全滅種で分子解析が行われていないことヒップセレトリトゥン族内にピンギアア族を設けているがその根拠が分布と1980年代に行われた簡易的な形態比較に基づくことピンギアア族内に太いモリ族の別種キメアラ太いモリを含むことから2013年現在ではこの分類の根拠は薄いとされる 以下の分類はアンフィビアウェブ及びに従い、和明和に従う。水性傾向が強く住宅や農耕地の周辺にも生息するため、開発や汚染の影響を受けやすいと考えられている。チェンコンイモリは1982年の3から4月の2日間に329匹の最終例があるのみで、ユンナンイモリは1984年以降の 発見例がないことから絶滅したと考えられている。ウーファイイモリ、クアントンイモリ、フーリンイモリの分布域は限定的で絶滅の危険が高いと考えられている。ありがとうございます。